ということで今日もインスタライブをやっていこうと思います。今ですね、お母さんがご飯を作ってくれて、ご飯をね、食べています。ゆっくりね、ゆっくりでもないけど、ご飯をねこう食べれるの、赤ちゃんを気にせずに食べれるのは本当にありがたいですね。今お母さんがベラトくんをね見てくれてます。はいね。で、私これ私のインスタライブあるあるなんですけど、インスタライブで悩みを話すと速攻で解決するっていう、なんか私の中でジンクスみたいなのがあって、で昨日乳が出ない、乳が痛い、授乳がきついっていう話をねしたんですけど、乳で出るようになりました。はい。あ、でなんかね、なんか今日インスタライブ多分メッセージ多分私のところに表示されない感じになってるので、もしなんかこの前もね一回ねこれなったんですよ、なんかこのバグっていうか、多分コメント送ってもらっても多分私の方で見れないな、今日誰が参加してきてるのか見れないので、はい、私が一人で喋りたいと思いますね。で、そう、インスタライブで悩みを話すと、はい、ベキロへ。インスタライブで悩みを話すと解決するっていう私の中でなんかあって、ね、おっぱいが出ないっていう話だったんですけど、昨日何回も授乳してたら、もうほんと下着に染みるぐらい出るようになりましたね。昨日たくさんコメントいただいて本当にありがとうございました。ね、授乳のことに関して本当にたくさんの人からねコメントや DM をいただいて本当に元気づけられました。はい、まあそんな感じです。だからミルクはね出るようになりました。ただ痛いのは痛いけど、なんかね慣れてきた。痛いけど、もうなんか最初の入院中のね血が出るような痛みではないし、今はね血出てないんですよ。で、昨日コメントとか DM でいろいろ教えてもらったんですけど、なんかラップ、軟膏塗ってラップするといいみたいな感じで教えてもらって、でね、私も薬塗って、なんだっけ、キッチンペーパーみたいなの当ててたんですけど、キッチンペーパーだと乾いた時に剥がす時がめちゃくちゃ痛かったんですよ。でもラップに変えたらめちゃくちゃ楽になって、ラップを乳首にかませるっていうのはねすごい楽になりました。教えていただいた皆さん本当にありがとうございましたね。はい、そんな感じです。あとなんか話したいことあったんやけど忘れたな。なんか授乳はね、ミルクと母乳でやってた時はミルクをあげたら結構 2,3 時間寝てくれたんですけど、母乳だと1時間ぐらいで起きて、1時間起きぐらいにあげてるから、まあもうずっと母乳あげてるみたいなもんでね、1時間起き2時間起きに起きてるんですけど、でもなんかそんなに眠くない、なんかそんなに体まだきついって感じではないです。ただなんか自分の顔見るとクマができてるから睡眠不足ではあるんだろうなっていう、はい、感じです。あとなんか話したいことあったんやけどな、忘れましたね。はい、いつも見ていただき、私のぼやきを聞いていただきましてありがとうございました。ではでは、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。ね、もしコメントいただいてたらごめんなさい、コメントがこっちにねなんか表示されないです。今日不調や。はい、ということで今日も見ていただきましてありがとうございました。ではでは、キャンデネイバーコラゲルスギョルシュルス、バイバイ、ありがとうございました。